皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はこちらの泡盛残波のレビュー動画となります。残波あまり詳しくないんですけど、これって30度ですね。他の度数もあるんでしょうか。これはですね、かなりレギュラーだと思うんですけど、泡盛今まで1回だけレビューしましたが、全然飲み慣れていませんので、しばらくちょっと泡盛が出るときはレギュラーの辺を攻めてみようと思います。ではレビュー行ってみたいと思います。まずストレートだと、上立ち香は若干アルコール感があるんですが、甘い香りです。口に含むとまろやかさ、甘さ、若干の酸味、後に強めの苦味がありまして、後味にかけて苦味がさらに強まるのでドライな印象になります。癖は少なく飲みやすいですね。ロックだととろみ、渋み、旨味中心になります。やはり癖はなく甘みも少なく飲みやすいです。水割りは爽やかになります。1対1のソーダ割りだと味に特徴はないものの、飲み応えが出て美味しいかと思います。泡盛3お湯7のお湯割りにすると、甘さ控えめ、コク、苦味、渋み、特に苦味がしっかりと効いている印象になります。後味がわずかに米風味ですね。これは全然意識してなかったんですけど、飲んでちょっとしたらすぐ分かったんですけど、減圧ですよね。何ですかね、すっきりとしたクリアなアルコールという印象が強いですが、ただ苦味の方がビシッと効いてますので、その辺だけが特徴らしい特徴ですかね。泡盛独特な香りとかは全然感じないです。なので泡盛らしいかというと、全然そんな印象はないですね。この苦味というのは焼酎でもよく苦味って言いますけど、芋焼酎って比較的苦味があるんですよね。ただその苦味とはちょっとレベルが違うような苦味です。沖縄のものに例えると、オリオンビールの苦さではないんですよ。オリオンビールなんかそんなに苦い感じではないですからね。ズバリゴーヤの苦さですね。バチッと苦いと思います。あと余談なんですが、うちの料理に合わせるつもりないのでここで開けてるんですけど、実際合わせてみたらとんでもなくよく合いました。もともと感じなかった甘さが結構強めに現れましたね。料理と合わせてみるのも面白いと思います。では今回のレビューは以上となります。ご視聴ありがとうございました。